えー、では本日最後の講演ですね、えー、県内企業の事例紹介ということで、株式会社、フォーバル深田様、よろしくお願いいたします、えー、宮崎さん、田島さん、ありがとうございます、えー、大変ためになるうお話聞かせていただきました。<laughs> えとですね、私の方はですね、えー、実際、えー、今まで、えー、お話ししてきたところで,です、ねまあ、じゃあ、実際どういうふうに DX を推進していくかと。 いうお話をさせていただければというふうに思っております。まあホーバルの話は先ほどミヤカの方から話しましたが、こちらが割愛させていただきます。まあまず私の方はですね、えー、ホーバルの方に2005年に入社し、中通入社しまして、202017年からですね、流通小売の方のコンサルティング DX 推進のコンサルをさせていただいております。 2022年にです、ね、先ほどありましたグループ会社ですね、テック販売サインという,う、まあ、島根にあるグループ会社の方に出向しておりまして、2022年からですね、23年から島根支部という形で進めさせていただいております。 じゃあ、ここからがですね、実際 DX とはというと、今までの声の中で DX、DX という話があります。改めてですね、DX は何ぞやという話なんですけれども、えまあ、DX というところでいきますと、デジタルを入れただけではないという形になります。こちらの方はですね、総務省の方のデジタルトランスフォーメーションの定義というところでお持ちしてるんですけれども、やはり今、今までのですね、やはり企業さんというのは、えー、DX、 と言ってるんですけども、デジタルツールを導入してしまって終わってしまってますよという状況が多いですというところです。要するにですね、えーまあ、ここに書いてあるとおり、これまでに企業が実施してきた情報化、デジタル化です、ね、はデジタルトランスフォーメーションとは言い難いですよというのは何かというと、やはり効率化のために、精進化のためにデジタルツールを入れただけで終わってしまっているということです。でここでやははり忘れてなならないのが、 本来は、あの、今までの声の中でもあったんですけれども、えー、デジタルっていうのはツールです。要するに目的を達成するためのものがツールであって、要するに、えー、デジタルシステム、まあ、技術を入れることが目的ではないですよ、というところでございます。ですので、こういうところを間違えないで進めていかなきゃいけないのかな、というふうに思っております。 でえー、デジタルトランスフォーメーションについてというところです、まあ、これも本当に何回も繰り返しになってしまうんですけれども、やはりです、ね、このビジネスの関係が激しい中ですね、やはりデジタルとデジタル技術を活用していきますよというとこですね、活用して、要するに製品、サービス、ビジネスモデル、要するに業務とかプロセス、文化、風土、これを変革させると、で、えー、競争上の優位性を確立させることですよというのが重要です。 えー、要するに選ばれる企業になっていきましょうというところですね、要するにあくまでも会社を変革させるというところです、そのために、えー、ツールが必要ですよで、データとデジタル技術を活用していきましょうよというところの話になっかと思います。じゃあ、実際、えー、データ、デジタル技術はどういう風に活用していくのというところになるかと思います。まあ、こちらの方ですね、えー では実際、えーまあデジ、データ、デジタル技術なんですけれども、これはまず何をするかというと、えー、社内情報の可視化ですね、要するにいろんな情報があります、まあ、売上情報だったりとか、まあ、いろんな、えー、やはり勤務情報だったりとか、いろんな情報があります、これをまず可視化してデジタル化していくのが、えー、必要ですねということです。で、 それだけでは、それで終わることはデジタル化だけで終わってしまいます。これはやっぱりトランスフォーメーションすることが重要ですよ、それを活用することです。活用して、えー、企業の変革を起こします。それで目的は選ばれる企業になっていきますよ、よし、売上げ上げていきますよというような企業を成長させるためが目的になってきますよということです。ですので、えー、こういったところでしっかり活用することがあり、必要ですよと。やはり、あとですね、えー、企業変革を起こすことが必要ですよというところです。 で今まで、えー、講演の中でいろいろとお話ありましたけれども、えー、やはり進めていくためには、やはりリーダーシップが必要ですということです。で、えー、次のページなんですけど、こちらも、えー、実際、経済産業省が考えー、掲げているところです。要するに、えー、d x は何ぞやというところです。これは経営者が自社の理念や、まあ、パパス、存在意義ですね、会社の何のために会社を設立しているのかっていうのを、まあ、明確にした上で。 要するに、経営ですね、経営ビジョン、まあ、あるべき姿ということをしっかり描いていくことが必要ですよと、でこのビジョンに向かって、じゃあ今現状どうなっているんですか、このじゃあどういった仕事を変革していくことによって、やはりビジョンに向かって、要するに、えー、あるべき姿に向かっていけるんですか、そういうところをデジタル技術を使っていきましょうというところです。ですので、すの やはり、えー、そもそも自分,、まあ、自分たちの会社は何のためにあるのかというのをしっかり経営者様が考えていただいてでそれを、えー、ビジョンを掲げて、えー、それに向かって要するにデジタルツールを使っていきましょうというところです,ですので、えーまあ、こういったところを進めるためにやはり経営者様が先頭に立って進めていくことが重要ですねというのは、えー、これはもう国の方からも経済産業とかも総務省とかも皆さん言っているところではございます。 でなぜこういう形で、えー、進めていっているのかというのが、まあ、実際、えーまあえー、冒頭の宮川の話もありました通り、国がどんどん進めていっていますよというところです。要するに、えー、これが、まあえー、今、政府で進めているデジタル田園都市構想というところです。まあ、これはですね、施策の方向というところで、デジタルの力を活用して、地方の社会課題を解決していきましょうというところです。 で、そのためですね、要するに、まあ、日本政府がもう地方に対してデジタル化をどんどん進めていって、えー、活力を与えていこうというところになってきます。要するに、地方に仕事を作っていきますよ。要するに、デジタルを活用して地方に、えー、仕事を作っていきますよ、まあ。人の流れを作っていきますよ。これは先ほどと、えー、田島さんが言われたところですね。もうどんどん、おまあ、えー、島根だったら島根にどんどん人を連れていきましょうというところです。要するに、えー、また、 えー、結婚や出産、子育て要するに人が住める要するに人が、えー、喜んで住めるいうと,、ね、というところもおどんどん作っていきましょうでそのためには魅力,魅力的な地域を作っていかなきゃいけないということですでこの魅力的な地域っていうのはやはり、えー、今ご参加されている企業さんもそうなんですけどもやはり、えー、日本の企業というのはですね、えー、99%が中小企業ですでその中でやはりその地域の企業さんがやはり え魅力ある会社になっていかないと、やはり人の定着もありません、やはり観光も来ませんという形になってしまいます、まあ、そういったところをやっぱりえしっかり作っていくというところでえ、デジタル技術を活用していきましょうというところになるかと思います。 でここからがじゃあ実際ですね、えー、DX を推進するための実践の事例という形になってます。これはまあ実際に、えー、私が、えー、進めさせていただいているところではあります。実際ですね、あの進めていくためには、やはり、えー、DX の必要性の理解、これはもう経営者様が理解していただかないといけないというところです。経営者様がリーダーシップを持って進めていかないと、やはり進んでいきませんよという形です。 で次に知る。現状を知ってもらいましょう。現状を可視化していくというのが重要です。現状がどうなっているのかって分からないままで進んでいってしまうと、目くらで、要するに目の前が見えないところで進んでいってしまうようになります。要するに現状を見える化、要するに可視化、知る活動をしていきましょうねということですね。で、それを今度、課題を中止して見える化したことによって、じゃあ実際課題にどういうふうに取り組んでいくか。で、それを取り組んだものに対して効果検証をしていくというのが重要になってきます。 そうでないと効果減少していかないと、それが果た,して果たしていい道なのか悪い道なのかは分からなくなってしまいます。ですので、こういったところをしっかり進めていくのが重要ですね、というところです。で、えー、実際ですね、あの私がですね、えー、今現状ですね、えー、進めている DX の推進というのはちょっと事例ですね、これ実際の事例でございます。えー、山陰地方の数店舗を展開する外食のレストラン様です。 こちらのレストラン様はです、ね、まあ、やはり地元で長年、お客様に愛されてるんです,が、ね、ですけども、高齢化だったり、コロナの影響で,です、ね、やっぱり売り上げが減少してきたと、まあ、このままではいけないと、まあ、やはり県外地方の大手様はどん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 島根の方に進出してきていると、まあ、ここではもう太刀打ちできないというところで、やはりお客様に選ばれる企業になるために、経営者様が自ら先頭に立ちてです、ね、DX 化を推進していっております。 でこれも先ほどの同じような形で、ステップごとにどんどん進んでいってます。やはり DX の理解というところで、やはり DX ではなんぞやと、要するにデジタル技術を入れるだけではありませんよ、要するに変革することですよというところを理解していただいて、かつ、業界のマーケットはどうなっているのか、要するにベンチマークもしながら、こういうことを見ていこうというとことです。で、次に可視化ですね。あのやはり飲食店ですので、えー、ポスレジのデータがあります。この売上データの分析というのをしていきました。 やはりですねこのボスというよく飲食店、小売店さんと飲食店さんも使われているんですけれども、ここの中にお客様の声がいっぱい入っています、実際、お客様がいつ、何を買ったか、どういう傾向で買ったか、どういうふうな組み合わせで買ったかというのも分かってきます、ですのでそういったところを見えるかしない限りは、やっぱり店舗改革、DX 化は進まないなと思っております、ですのでやはりこういったところもじゃあしっかり調べていきましょうという可視化。 だと実際ですね、現状どういったシステムを今、使っているのかと、えー、いうところですね、やはり、えー、店舗展開していきますと、やはり、えー、店舗ごとに違ったり、店舗ごとに、えー、やはりい,いろんな問題があったりとかあります、そういったところをやはりいろんな、えー、導入されている機会だったりとか、要するにセキュリティの問題ないかとか、障害のリスクがないかというのを調べたりとか。あとですね、 えー、オペレーション、先ほど田島さんの方が話した通り、やはりフロアの業務がしっかりしているのか、えー、厨房があちゃんとしっかりしているのか、要するに店舗ごとに業務が違うんじゃないかとか、そういったのもしっかり可視化していきましょうと、であとですね、反則、えー、こちらの方も実際、えー、5 w まあい,いつどういうふうにやっているのか、こういったのをしっかり可視化している、今の現状を、えー、やはり自分の足元をしっかり見ると。でそこを見て やはり経営者があるべき姿ですねやはり選ばれる企業になるための要するにそのビジョンと今の現状を見比べていただくとでそこにギャップがあったのに対してじゃあどういうふうに解決していきましょうかっていうふうになってくると思います。 ですので、えー、DX 化っていうのがあるんですけどもお、デジタル技術を入れる前には、やはりこういった工程を進んでいくっていうのがやっぱり必要です、ただ技術、デジタル技術を入れてしまったばっかりに失敗した、結局使えないようっていうのも出てきます、ですこういったギャップがあって、しっかりじゃあ、どういうものを使っていきますか、そのギャップを埋めるために、じゃあ、実際、えー、その目的、あるべき姿に向かって、デジタル技術をどういうふうに活用していきますか。 あと先ほど、ジ、えーさんの宮崎さんも田島様もあった通り、アナログ、人、使う人ですね、ツールを使う人たちというのも、運用も見直ししていかなきゃいけませんよっていうことです、<laughs> 要するにこういった両輪で進めていくことが重要ですっていうことです。ですので、DX 化を進めていくためには、まずこういったステップ、まず何の目的のために自分たちはいるのか、ビジョンはどうなのか。 で今、現状どうなっているのか、そのギャップをどういうふうに埋めていくのか、じゃあそこをじゃあ、えー、可視化していって、次にデジタル化するっていうところが必要です。で、今、現状、お客様ので、今、デジタルツールの導入をして、進めておって言っております。ツールの選定もしっかり、じゃあその目的,目標に,目的に向かって、じゃあ何を変えていくのかっていうところをツールを選び出して。で えー、このツールを入れるというところでありますけれども、県の他からもお話があったとき、これはやはりいろんな資金を調達しなきゃいけますやっぱり厳しいです、中小企業様、経済企業様、えー、そういった補助金ですね、これをうまく活用していくのはやっぱり重要かなというふうに思われます。ですかこういった補助金選定ですね、どういった目的に向かっていくことによって補助金が変わってきます、いろんな補助金がございます。 県からあった補助金だったり、I.T. 補助金だったりか、今小のづくり補助金だったり、事業再構築補助っていろいろあります。ただその目的に向かって、その目的に向かっていくる資金によっても補助金のやはり限度額もあります。こういうのをうまく活用していって、えー、いくべきだというふうに思っています。でただただ補助金補助金っていうか、まあ、デジタル技術を欲しいだけで補助金を使うんじゃなくて、今はやはりいろんな、えー、事業計画書を作れとかそういう話がかなり多くなってきます。 でこういったところをしっかり目的を作って、DX の戦略を作って、そういったところで補助金も活用していくというところです。 であとですね、えー、今までお話もあった通り、まあ段階的にですね、えー、I.T. ツを導入していくというのも重要です。やはり、えー、資金の繰りもありますし、やはり一変、えー、にレフトやはりそういった教育もいろいろ出てきます。ですういうところも含めて、えー、段階的に導入していくというところが今、えー、このお客様に進めているところではございます。で、えー、やはりこう今後ですね、やっていくのはこの効果検証というのはやっぱり重要です。導入してからそれがしっかり えー、自分たちの目的に向かって、目標に向かって、えー、使えているのか使えてないのか、使えてなかったら何が悪かったのかっていうのもやっていきます、でそういうところもやっぱり、えー、そういった導入効果っていうのも必要なのかなっていうふうに思っております。 でそれを目的を見て、やはりちゃんと PGCA を回していって、そこに対して悪かったとか、ちゃんと効果検証して、じゃそれを修正してまた動かしていくというところで、やはり計画というのを作って、それをまた再度考え直すというのが重要になっていきますよというところです。 デジタルツールというのは、まずうーツールありきではなくてです、ね、まず何の目的が、えー、何をしなきゃいけないかということを可視化していってから、えー、こういったものを入れていくということです。ですでまあデジタルツールの選定のポイントというところです。要するに、えー、デジタルツールは、えー、目的達成の手段です、ツールですよということを忘れないでいただきたいと思っています。でえー、目的があ,あるべき姿から、IT ツールを選定して、 でデジタルツールを活用する教育、ドアとどういうふうに使っていくのかというところですね。あと、無理なく段階的に導入していくということが必要かなと。で、その後に必ず効果検証をやっていくというところです。ですので、こういった進め方っていうのが必要です。で、やはりこのお客様の方でですね、ポイントになってきたっていうのは、実際は、 えーまあ、まず可視化、現状の可視化というところを始めてたんですけども、やはりポスデータの分析をしたというのが重要になってきました、でこのポスデータの重要というのは、ポスのデータからどういったものを取れるかというと、ま,あ、まず売り上げが取れますよね、売り上げが取れます、あと組数、まあ、何人入りましたかというのが分かっています、あと 1, 人、まあ、1組あたりの客数だったりとか、あと客単価、回転率、あと、まあ、そういった分析ができます。でですすので時間帯ににによってどういうふういふ回転率が、えー、要するに 動いてますかっていうのが分かったりとかあと、まあ、店内飲食だったりテイクアウェイの比率だったりとか、まあ、そういったあと何が売れてますかあと時間帯の売上点数とか要するに時間帯に何が売れてるかと分かってきますそういったところあと平、えー、売ですね要するに商品を売れたトッピングは何が売れてるかっていうまで、えー、分析ができるそうすることによって今の現状が分かってくるのによって要するに 反則をどういうふういいにししていきましょうか要するに客単価を上げるための反則を考えたりということもできるようになってきます要するにトッピングが分かってくればじゃあ何が平売で売れてるのかって分かってくればそれをじゃあプラスしたようなメニュー作りだったとかっていうとかあとまあ客単,価の客単価を上げる反則だったりとかそういうこともできてきますあとまあ仕入れ予測だったり廃棄ロスもできてきますん、ね、であとまあ従業員のシフト管理ですね そういったところもやはり忙しい時間帯、えー、やはり、えー、まあ暇な時間帯というのは見えてきますそういうところをやっていくというのが重要必要かなというふうに思っていますですねこういったところをうまく可視化することによってじゃあ次は何をやっていくかじゃあそれをもとにしてじゃあどういった方うな戦略を立てるかっていうのが見えてきますよっていうのは COS のデータの一つかなというふうに思っています、まあ 実際このまた違う事例ではあるんですけれども、これもちょっと日経には載せたんですけれどもお、これは関東にあるスーパーさんのヤオコさんというところなんですけれども、こちらも、ポスデータをしっかり分析して、要するに時間帯にどういった商品が売れてるのかっていうふうに分析をしています。で、実際、あと、どういった買い物をする傾向の人たちが来ますかっていうのも分析していって、時間帯によって売り場を変えていってます。 要するにそれによってお客様は買いやすい環境を作っていってますよっていうところですねあとまあ、えー、どういう商品をこういうふうに置いていけば買い物をするかっていうのもお手に取ってくれるかっていうのを分析しながら活用しながらそして効果検証しながらやってるっていうのは、えー、こういったスーパーの事例にはなってきます。 でまあ、飲食できますと、先ほど田島さんもあ伺いした通り、最近できますと、やはり QR からとかですね、やはりテーブルオーダーだったり、モバイルオーダーというのがどんどん増えてきます、要するにスマホで、まあ、メニューを注文していきますよっていうところも出てきていますで、そういった注文からデータがどんどん取れてきますので、そういったところから、やはりもっと次の展開に行きますよと、あとこの東京にある飲食店は、一つ面白いことやってます、ダイナミックプライシングっていうのもやってます。 まあ先ほどとな、あのーまあ安く、安売りはあんまり良くないというのあるかもしれないんですけども、例えば、えー、アイドルタイムで、えー、どうしてもお客様が来ない場合には、えー、こういったダイマングプライシングということで、えー、サービス品を作っていって、えー、料金を変えたりというのもやったりとかしてる事例もございます、これはデジタル技術をうまく使うために、えー、デジタル技術をうまく使っているような事例ではございます。 でまあ、私の方からです、ねえー、じゃあ実際、ポ、ま、ス、ああのー、っていうのはどういったものを取れるかっていうのを、ちょっとお話です。じゃあ実際ですね、ポ、え、ス、ーまあ、データで活用できることってあります、要するに売れた商品ではもちろん見えます、えー、売れた時間帯、まあ、あと値段ですよね、値段ももちろん分かりますよと、まあ、あとどこで売れたかっていうのも分かってきます、あと商品数っていうのも分かっています、まあ、こういったものを活用していって、商品を売るタイミングの分析をしたりとか。 あと、えー、売れ筋ですねとか、死、ま、に、あ、筋、何が売れてないのかっていうのがあったとか、あと、組み合わせをどういうふうにすれば売れるのか、でどんなお客様に売れてるのかっていうのもお分かってきます、まあ、こういったことを、えー、活用することによって、反則を考慮していきます、これが、えー、実際のデジタル、えー、技術のデータを活用するというところです。で、こういうことを活用することによって、えー、じゃあ実際ですね、まあ、売れ筋の商品のラインナップを増やしたりとか。 どういういうに商品を陳列では目指させるようにするかとか、まあ、あと商品の一丁目一番地の棚がどこなのか、どこに置くと売れるようになってくるのかというの分かったりとかですね、そういった今までカントが経験でやってたのが、これはもう定量的にデータで分かってくるという形です、すそれをもとにしてやっていけば、俗人的な要するに経営ではなくて、要するに誰もが数値を見て、それ通りに動いていけるという形になってきますですででかかここううういいいいいっっっったた形でししりデータを取ってて活用していくとのも重要かと思います。 まあ飲食店もそうです要するにどういうふうに売れ筋を目指す商品を目指せたりとか、あと抱き合わい商品のトッピングをどういうふうに出したりとかです、ねえー、時間帯のおすすめをどういうふうに出していくかというのをアピール、あとですね、そういうことは今度分かってくれば、例えば、えー、スタッフの一声かけというのもできるかと思います、例えば、えー、トッピングでこれはいかがですかというのをお話したりとか、そういった提案、要するにおもてなしではないですけども、そういった一声、要するにお客様と接点数を増やすのも重要かなというふうに思っています。 でやはり、ポスデータで気をつけていくというのはです、ねえー、ただ分析、数値を出したからって、それが別に活用されないといけないということなんですけれども、やはりしっかりです、ねえー、分析、データをもとにです、ね、仮説を立て,て、プロモーションを実施していくというのす。こうだろう、その数値を見てこう、こういうふうに動いてるんだこういうだろうということを仮説を立てていく。 で、それを仮説を立ったらば、どのような効果があったか、これは目的ですね。要するに経営が向かっていく道、要するにあるべき姿に向けた道に向かって効果的にできているかって、効果現象をしていくっていうのは重要です。ですので、まあ、えー、本当によくあるんですけども、おこれは私もいろいろとやらさせていただいている中で、えー、データを見て、まあ、本当に分析ツールとか入れてるんですけども、実際見ているだけで、結局それを活用しきれてない。活用っていうのは、それで何が、 次を展開できるのか、どういうことが起きるのか、要するに自分たちがどういうところに向かっていくためにこれを活用しているのかっていうのは、やっぱり使っていくのが重要かなというふうには思ってます。ですので、データ分析、要するにデジタル技術、データを活用する、要するに DX っていうのは、やはり経営目的に対して、どういうふうにもう文化、風土まで変革を起こしていく。そのためにはしっかり 要するに目的を作って、それに立てて仮説、考えて考えてどうしていくかっていうのをやっていく必要があるというところですね。それがないとただのデータですよ、技術ですよ。それで終わってしまいますというところです。ですからこういったところをしっかり考える必要がありますねっていうところは、ところです。まあこれをもう p g s でに回していきましょうというところです。 でデータ分析できる活用というのはさまざまあります、POS データだとか、あと顧客の属性データ、これ男性が買いましたよ、女性が買いましたよ、要するにな、えー、20代が買いましたよとか、30代が買いましたよ、まあ、あとアンケートデータですね、えー、お客様の実際の声とかあります、あとまた、先、え、に、ー、カメラとかあります、行動パターンだったり、そういったものを使ってて、それを、えー、要するにマージするということですね。 要するにいろんなデータをマージして、それを元にしていろんな仮説を立てていくというのが重要になってきます。で、そういったことによって、えー、実際、えー、それを反則等で、えー、実施していって、効果継承していくという形になっていくと思います。ですから、こういったところを実際、データ分析というのは必要になってきますよというところです。 で、えー、まあ、ここまでが、えー、実際分析という形なんですけれどもお、冒頭の宮川でも話した通り、やはり今はですね、え、OMO、まあ、オンラインマージ、えー、ウィズ・オフラインというふうふに言います。要するに、えー、ネットとリアル店舗を融合していきましょうというのがどんどん、えー、進んでいっております。ですので、えー、もうデータも、お、要するに、えー、デジタルの世界、ネットの世界ではデジタルデータがどんどん取れてきています。今はリアル店舗が、 ほとんど取れてないな状態です,ですのでこういったものもしっかり、えー、EC も含めた形でネットと実,実店舗っていうところを実際動かしていってでそれで SNS やったスマホアプリやったりでどんどんお客様に通知していってそれを情報を集めてまたそれを解析して分析して実のお客様と接点しているところにどんどん流していくとやっぱり重要かなというふうに思います。 今までいろいろとおもてなしっていうのがありましたけども、やはり、これをなぜやっているかというと、ワントゥーワンのプロモーションを実現していきましょうということです。要するに、対お客様に対して、喜んでいただく。要するに、このお客様に喜んでいただくというためにどんどん進めていこうという形です。やはり今まで言いますと、どうしても、こうではなくてですね、まあ本当に、 えー、不特定多数みたいな形で、えー、いろんなアプローチをしてたんですけどそれではなくてお客様が実際求めてるものお客様が何を、えー、実際好んでいるかっていうのをしっかり知ってそれをおプロモーションに当てていくっていうのが重要だっていうふうに言われてます。 で、えー、店舗の DX の推進というふうにあります。要するに、えー、DX を推進していくのは、先ほど言ったように、OMO の実動運でもあります。えー、やはりビッグデータを活用していきましょう。まあ事務所の中でペーパーレスとかテレワークとかあります。いろんな情報っていうのをやっぱり可視化、えー、管理情報というのをどんどんしていくと。それを、えー、また人材育成に活用したりとか、っていうところでどんどんお回していきましょう。というのが、えー、実際、えー、DX の推進かなというふうに思っております。 でえーまあ、最後の方であるんですけども、ちょっと事例です、これも宮,宮川のから話にあった通り、えー、人口の問題です、やはり島根県というのは、7年間で約3万7千0 0 3万8千弱、減少しております、やはりどん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 人口が減ってきているという状況です、この中で、こういった中でどういうふうにやっぱ勝ち残っていくか、選ばれる企業になっていくか、要するに地元の島根県民さん。 島根県民、それと,あと観光客というところにどういうふうに選ばれるかというのはやっぱり真剣に考えていかないといけないという状況です。でこれがちょっと一つ面白い事例ではあるんですけど、えー、出雲市です、出雲市のおースーパーマーケットの動向です、えー、スーパーマーケットの1日の平均ですね、全国での平均の、えー、客数というのは、えー、平日では約2000人弱と呼ばれています。で ここでこういうお客様が来てもらって、えー、全国平均で、要するに売り上げを保ってる。まあ、売り上げ上げてっていうところです。で、出雲市になりますと、今現状、人口が1万7300人弱です。で、ざっと出雲市のスーパーマーケットと呼ばれているところで34店舗ございます。で、その中で簡単,単純計算なんですけども、割ると5087人です。1店舗あたり割り当てられるのは。で 毎日来るわけじゃないですすねい週間に1回ぐらいで,すでそうするとこれを7で割ると727人しかいません1店舗あたり要するに全国平均から言うと出雲市は1226人比で少ない状況です,ですこういった状況でどういうふうに競争上の優位性を保って選ばれる企業になっていくんですかっていうのがやっぱ重要な課題になってきます ですこういったところの,今の現実味ます。これもスーパーだけではないです、飲食店もそうですし、やはりいろんな専門店の小売店もそうです、こういった中で人口減少の中でどういうふうにお客様を獲得していくか、です。やはり地元のお客様、県民さん、県民の方々とあと、まあえー、観光というのもありますそういった観光客がどういう,ふうに取り組んでいくかというのが重要な金にはなっていくと思います。そのの、ためには、はやり自分の 企業、自分の店も含んだ形で、どういったものが売れているのか、どうなっているのか、今、現状どうなっているかという可視化していかないと、足元が見えない状況です、その足元を見てからやっぱりやっていく必要があるかなと、そうでないとやっぱり選ばれる企業にならないというふうに思っております。で、ちょっとここからちょっと、私どもの会社のほあの宣伝になってしまうんですけども、まあ、私どもはコンサル業をやっております、でまあ、ホーバルが提供するコンサル人材というのは、デジタル能力はもちろん持っています。 で、プラスして情報管理ですね。やはり個人情報を扱ったりとか、いろんなデータを扱っています。そういった情報をどういうふうに扱っていくかっていうのも、やはり重要な能力になっています。で、あと、中小企業様の経営ですね。経営能力。やはり、経営者様とお話をしていきますのでやはり経営能力を持っていないと、進めてはいけません。 ですので、よくあるのが、えー、デジタル能力を持っているだけで、デジタルツールをどんどん入れていこうという方もいらっしゃいますけれども、そうではなくて、何のために入れていくのか、じゃあ、それを入れるために資金繰りは大丈夫なのかっていうのも、やっぱりしっかり見ていく必要があるのかと思います。まあ、そういったためにですね、あのー、私もいろいろと資格も取ったりとかしてるんですけれども、やはりこういった、えー、人材を活用していくというのは必要かなと思います。で先ほどもお話したとまり、えーまあ、自社で抱え込むというのはなかなか厳しいです。 まあやはり、えー、アウトソースというのも重要かと思います、こういったところをうまくアウトソースをしていただいて、えーまあ、皆様の企業のおー DX 化というのを進めていただければなというふうには思っております、まあ、簡単ではあるんですけれどもあの、私の方からは以上でございます。ごごご清聴あさんありりががととううざざいいままししたた えと事務局から最後のお願いです、えっと、お手元にですね、えー、本セミナーのアンケートがございますで裏面の方に QR コードがあの置いておりますので、まあ、せっかくの DX セミナーですのでできましたら紙でなくスマホをちょっと使っていただいてご記入いただければありがたいです あとオンラインのご参加の皆様、えっと、チャットの方で QR コードを配信させていただいておりますあ URL を配信させていただいておりますのでこちらの方に記述いただいてご提出いただければと思います、えっと、本日は本当にお忙しい中ありがとうございましたご気に入終わられた方から、えっと、お気をつけてお帰りいただければと思いますありがとうございました